新型バレーノの XG には新型ソリオにも採用されている K12C 型デュアルジェットエンジンを採用。圧縮比を 12.5 まで高め、さまざまな燃焼改善技術を採用して熱効率を向上しました。その他フリクションの低減、徹底的な軽量、コンパクト化を図ることで力強い走りはそのままに、燃費性能を向上させました。トランスミッションには副変速機構付き CVT を採用。低速域での加速性能と高速域での燃費性能の向上に貢献しています。さらに新型バレーノの XT には新開発1リッター3気筒の K10C 型ブースタージェットエンジンを採用しました。ターボ火球により低回転からトルクを立ち上げ、排気量1リッターでありながら K12C 型デュアルジェットエンジンを上回る 1.6 リッターエンジン相当の最高出力 82kW、 最大トルク 160Nm を発揮します。直噴火と火球技術により高出力高トルクと低燃費を高い次元で両立。街乗りから高速走行まで幅広いシーンで扱いやすく、優れた性能を発揮します。トランスミッションにはターボエンジンの機敏な走りによりマッチする 6AT を採用し、ダイレクトなシフトレスポンスを楽しめます。また変速比幅を広げたことにより発進や途半などの低速時の加速性能と高速走行時の燃費性能の向上に貢献しています。低燃費化技術と軽量化により XT の JC08 モード燃費は20キロ、 XG は 24.6 キロを達成しました。